どうも、ゴリドーコーヒーです。今回の動画は毎月恒例の収支報告ということで、2021年4月の収支報告をやっていきたいと思います。でまずは数字の発表から。まず売上高が61万9268円。で売上の前年比が 164.7%。で仕入れ金額が17万9054円。ということで原価率は 28.9% で経費が32万2585円で売上から仕入れと経費を差し引いた営業利益こちらが11万7629円で営業日数が21日だったので売上を営業日数で割った1日あたりの売上高こちらが2万9488円という結果になっています。で、まあ、そんなに悪くないかなっていう感じの数字ですね。前年比が 164.7% って結構跳ね上がっちゃってるんですけど、これは2020年4月、去年の4月が最初の緊急事態宣言が出た月だったんで、全然お客さん来なかったんで、まあ、伸びてます。いくらぐらいだったっけ？確か40万もいかないぐらいの売り上げだったと思うのでかなり戻ってきて1年経って戻ってきてるなという気はします。で、まあ、仕入れはちょっと多めだけどこれもまあ豆とか買ってるんで、まあ、こんなもんですかね。で経費は先月の収支報告でお話ししましたけれども、営業時間の時短の協力金が入ったのでもろもろちょっと欲しかったものでもちょっと高いからどうしようかなってずっと思ってたものなんかを今集中的に買っております。あとはまあ仕事もねこういうコロナとかがあって売り上げもそんなに当初予想してたほどは伸びない、この仕事を始める前に自分が想定してたほどは伸びてない。それはまあ3年目がコロナで棒に振っちゃって、まあ、もっと言うと一昨年の秋の台風からちょっとやっぱり外的要因で売り上げが伸ばせないっていう状況に陥っているので、まあ、それはそれで仕方ないんですけれどもやっぱりね仕事のというか収入の柱とまで言わないにしてもそのお店をやっていて要はコーヒーを販売して、得てる利益、まあその他もちょっと入ってますけど得てる利益以外のものがやっぱり柱に欲しいなと思って、まあそれで YouTube やってるっていうのもありますし、ただ YouTube はそんなに現状だと伸びない、収益としては伸びない、まあ伸ばしたいなという気持ちはあるしやりたいなっていう企画もたくさんあったりはするんですけれども現実的に時間がないかったりするので、まあそれは難しいなっていう時にちょっとね、また別の仕事もその収入の軸の一つに加えられるような準備を今してて、まあ夏ぐらいにはちょっと動き始めて今年中には少し形にしたいなと思ってるんですけども、それの準備とかにお金を今注ぎ込んでおりますので、経費は相変わらずしばらく高めになるかなっていう感じです。じゃあまあその新しい仕事の軸が 何なのかっていうのはまた動き出したら動画とかでもご紹介できると思います。で、まあ、営業利益はそんな感じで経費使ってる分いつもよりちょっと低めですね。まあでも全く問題ない数字だと思います。で1日あたりの売上高が 29,488 円、もうちょいで3万いったんですけどね、うん、これも極論本当最低でも2万円越してればなんとかなっちゃうんで、まあ、非常に悪くはなかった、良かったと言ってもいいんじゃないかと思います。で営業日数が21日ってすごい少なめなんですけど、これもうなんか疲れちゃって4月、まあ、僕花粉症持ちでもあるんで薬飲んでてだるかったっていうのもあるんですけど、なんか疲れが溜まっちゃいまして週休2日にしてました。月火って毎週お休みしてたり、あとはちょっと暖かくなってきてね、趣味のサップをやるにはいい季節なんで、
サップで臨時休業なんてのもありまして、営業日数21日です。まあそんな感じの4月の数字です。まあ、取り立てて大きく何かあったわけではないのですが、そう、日別の売上高、4月の日別の売上高、これはあの毎月ホームページブログの方に日別の売上高と日別の仕入れ日別の経費っていうのも見れるように載せてるんで、もし興味あったら見ていただきたいんですけれども、4月の傾向は前半暇だったんですよ。上旬がで土日でも最初の4月の頭の土日は全然2万円もいかない、なんなら4月4日の日曜日なんか1万ちょいしか売れてなかったりしたんで、非常に出足は悪かったんですけど、中旬下旬で行くに従って売り上げが伸びてきて、4月の25日の日曜日なんかは3万9290円売り上げあるんで4万近く行ってたりして、なんかねこの辺がやっぱりこう1ヶ月の間でも非常に波があるっていうのがこの業種の特徴なのかなっていう気がします。平日はまあ1万円前後、2万行く日ってのは稀ですけど、うん、1万5千円から2万ぐらいは売れてる日が多いので、まあ、平日相変わらず観光客の方は全然少ないですけれども、普段使いしてくれる方が増えたなと。で、まあ、いわゆるよくいつも来てくれる、うちまああの常連さんっていうシステムがないのであんまり常連さんって呼びたくないんですけど、あのよく来て使ってくれる方が増えた、うん、その人数が増えたっていうのは実感として今年に入ってから急に増えたなっていうのを感じてます。まあ、ご自宅でコーヒー豆を消費される方がやっぱり、これはコロナのおかげと言っちゃっていいと思うんですけど、増えたんで、まあ、豆を定期的に買ってくれる方っていうのがこの冬、この春までは非常に多かったですね。まあ暖かくなってきて、今撮影してるの6月中旬ですけど、これが暖かくなってきてコーヒー豆の需要はちょっと落ちるので、まあどれだけキープできるかで、また秋冬に戻ってきてもらえるかっていうのが鍵かなというふうには思っています。あと4月でいうとスクールが始まりました。4月18日ですね。でちょうど今撮影している6月の中旬で全8体のスクール最終回、今回の第4期かなは最終回なんですけど、3人の方にご参加いただいておりまして、一応3人まで、3人がマックスなんでフルハウス、満席ですね。でまあ、去年コロナのおかげで2回しか確かできなかったんですけど、非常に毎回好評をいただいております。でうちのあのスクールって、まあ、タイトルが、なんだっけ、コーヒーを仕事にしたい人向けスクールということで、まあ、あの通常コーヒー屋さんのスクールってドリップの講座だったり、まあ、ラテアートの講座単発でやったりとかあると思うんですけど、全8回日曜日の夜週1でやってて、でもちろんドリップとかラテアートの講座っていうのもあるんですけど、こういう収支報告うちやってるんで、そのどっちかというとお店の運営、お金の面とか、あとお店作るまでのそのポイント、例えばどういう場所にコーヒー屋さんだったら作ったらいいのかとか、あと物件借りるときのポイントとか、あと融資を受けるときのポイント、であとはお金以外にもそのブランディングについてもしっかりみっちりやる講座になっているので、まあ、意外と人気が毎回いただいてて、で7月来月からまた第5期かなをスタートするんですけれども、もう3席中、先週募集始めたばっかなんですけど、3席中2席埋まってるんで、あと1席、この撮影してる時点では空いてますんで、
もし興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひ検討していただいてお申し込みいただければなと思います。で、ちょっと収支報告の話題から外れちゃうんですけど、スクールの話したんで、ついでに、うちは栃木県の栃木市っていうところにありまして、栃木市って栃木県でも南の方、埼玉とか群馬にも接してるんですよ、地理的には。で、スクールもね、まあ、当たり前なんですけど、栃木県内の方の参加を想定して始めてみたんですが、毎回必ず他県の方がいらっしゃる。群馬もいらっしゃったし、埼玉の方もいらっしゃる。で、茨城の方もいたかな、うん、いらっしゃって、なんか必ず3人参加されてると1人が他県の方っていう傾向があるんで、栃木市って意外と交通の便が良くて、栃木県北から来るのはすごく大変なんですけど、あ、でも東武線使えば来れるか、場所によっては。むしろ県南エリアなんで、埼玉とか茨城、まあ、古賀とか結城とかあの辺だったらそんなに遠くないんで、あとは群馬も両毛線使えば余裕で来れちゃうんで、その辺から来ていただいている方もいらっしゃるので、もし他県の方で他県から参加するのどうなんかなっていうふうに、もしですけど悩まれている方いらっしゃったら全然大丈夫なんで、お申し込みください。あんまり他のコーヒー屋さんではやらないような内容のスクールなんで、まあ、お店始めるまでのちょっとした参考にはなると思います。思いますが、これ毎度言ってるんですけど、僕収支報告毎月してるわけですよ。で、正直大した売り上げではない、まあ、一人やってるお店の規模としては、まあ、ギリギリやれてるかなぐらいの売り上げしかないんですけど、なんでこの売り上げのお店のスクールをみんなそんなに受けたいのだろうという疑問はあるんですが、ただ実際スクール出た方の感想を終わった後に聞くと役に立ったっていう声が多いし、実際まあスクール来た時には準備始めてた方ですけど、お店スタートされた方もいらっしゃいますし、まあ、ゆくゆく役に立つ内容にはなっておりますので、まあ、ぜひご参加ください。まだ募集してます。まあそのスクール内容とか申し込み方法については概要欄にリンク貼っときますんで、そちらからご覧ください、という、まあ、スクールの話でした。あと4月は本当にこれといって何もないです。4月の下旬はあれですね、4月下旬5月上旬ゴールデンウィークに入るんですが、まああんまり今年もゴールデンウィークはゴールデンウィーク感はなかったですね。去年に比べればだいぶマシでしたけれども、まあ土日、普通の土日がこう続いてたなぐらいの売り上げにしかならなかったんで、一昨年とか1日ほんと4万とか5万とか全然売れてたんで、うん、それに比べるとやっぱり半分ぐらいしかいかなかったんで、まだまだね、コロナ前の状況には程遠いし、コロナ前にこれから戻るのかと言われたらそれはちょっともうわからないので、で、そんな中で飲食店をやっていくっていうのは非常に皆さん大変だと思うんですよ。うちに限らず。実際東京なんかだとお酒ね、ダメとか言われたり、まあ、ダメって言われても出しちゃえば、今のなんかやり方とか言うこと聞かせ方を見たら出しちゃっていいんじゃないかなと思いますけど、非常に大変だと思うんで、まあ去年だとテイクアウトとかの商品を充実させたり、っていうのがあったと思うんですが、まあ、それが正解かどうかもこの先ちょっとわからない。だから柔軟に変えていくのは重要だと思うんですけど、柔軟にやりすぎるとピシッと通った芯がなくなっちゃうんで、うちみたいな専門店はそのやり方だとお客さんの共感を多分得られないと思うんですよ。やっぱりどっしり構えてやりたいことをやる、自分のスタイルでコーヒーを提供していくっていう形じゃないとダメだと思うんで、あんまり
ふらふらといろんなことは、このお店でやることについてはやる気はないです。でさっきも言った通り、別のところでこう売上を収入を増やしていって、それで補ってやりたいことをやれるような形にしていきたいと思っているので、まあ、ちょっとゴリドーコーヒー、今年は去年攻められなかったので、攻めの姿勢でいろんなことを、コーヒー以外のことを増やしていきたいなと思っております。うん、本当にね、話してると4月の話は特に何もないですね。なので、まあちょっといつもより短いですけど、本当に何もないんで、4月の収支報告はこの辺で終わりたいと思います。また5月収支報告来月やりたいと思いますので、またご覧いただければ幸いです。では今回もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。